こんにちは。今日はね、7月の18日土曜日です。今日はですね、ネルソン・マンデラ・デーという日です。知ってますか、ネルソン・マンデラ。南アフリカのですね、共和国で行われている、人種のね、隔離政策であるアパレルヘイト、の、撤廃に尽力した人が、ネルソン・マンデラ。はい。で、今日はその人の誕生日ということです。ですね、ネルソン・マンデラ・エフェクトっていう言葉を皆さんご存知ですか？真実と異なる記憶を、不特定多数の人が共有している現象のことを、ネルソン・マンデラ・エフェクトというみたいなんですけども、言葉の由来はですね、2013年まで生存していたネルソン・マンデラが1980年代に獄中、監獄の中で死亡したという誤った記憶をですね、持つ人がなんかたくさん現れたというなんかね、怪奇現象が起こりまして、これがなんかパラレルワールドの記憶なんじゃないかと言われてるんですけども、他にね、いろいろ例えると、日本とオーストラリアで地図上で、もっと離れてたんちゃうかなっていう、意外と地図上で見たら近いんやみたいなとか、なんかね、有名なチョコレートのお菓子キットカットのロゴにハイフンが入ったような記憶とか、あとあのポケモンのピカチュウ、の、尻尾の先が黒かった記憶だったりとか、言われてみれば僕的には確かになーって思うことが多いです。皆さんはどうでしょうか？そんなことを考えている土曜日